こんばんは、トガシビの動画を見ていただきましてありがとうございます。今日は東京都世田谷区三軒茶屋に来ておりまして、こちらの後ろの恵比寿精肉店さん行きたいと思います。ここはですね、何回か過去に来たことがありまして、動画にもしたことがあるんですが、今日も行ってみたいと思います。今日はいつもと違う系のメニューを食べたいなと思ってます。恵比寿精肉店さんは生のホッピーがありますので、最初の飲み物は生ホッピーの白いただきました。飲んでいきましょう。美味しいです。続いてメニューを見ていきましょう。もつナポリタン、こちらを注文します。他のメニューも見ていきましょう。こうなっておりまして、サラダに揚げ物、生絞りレモンサワー復活しました、しましたって書いてありましたね。恵比寿さんということで、もつ焼き、串焼きですね、こちらが美味しいんです。でお品書きということで、一品料理、ご飯物などいろいろありました。これもつナポリタン、これ頼みますよ。でサラダなどいろいろ居酒屋らしいメニューももちろんあります。飲み物メニューもいろいろありまして、今回は生ホッピーを注文しております。でこちらがお通しの牛すじ煮込みでございます。早速食べていきましょう。私こういう牛すじの煮込みとか大好きなんで、これは嬉しかったです。これにもちろん生ホッピーがよく合うわけでございます。私は唐辛子 TV というチャンネル名でやっておりますので、牛すじ煮込みには唐辛子をかけていきましょう。とは言いましても、唐辛子 TV じゃなくても一味はかけたと思います。それで牛すじ食べていくんですけど、今ちょっと牛すじをつかめていたかどうか分かりませんが、まあその辺はつかめてたという雰囲気で動画撮らさせていただきまして、これにもやっぱりホッピーが合うということでございます。でこちらがホルモン刺しです。下に味噌が敷いてあるようなので、よく混ぜて食べるといいみたいです。下に味噌が敷いてあるので、よく混ぜて味噌と合わせて食べるといいみたいでございまして、卵を割りながら混ぜていきましょう。この卵の感じがなかなかね、よくて味噌が敷いてあって、これに合わせて食べると、これも良かったです。まあ千枚刺しという感じかもしれませんけども、この千枚刺しに味噌と卵が混ざってるという感じです。もちろんホッピーよく合います。グッドポーズ。さあそれでこちらが今回頼もうとしてきたもつナポリタンです。鉄板の上にナポリタンのスパゲティが乗ってるわけですが、麺もなかなか太めで美味しそうです。卵も鉄板の上で焼かれております。それでホルモン、もつも入っております。ベーコンなども入っておりました。お会計、ペイニさんです。もつが入っておりまして、この卵を上に乗せ替えて、ここで割っていい感じに卵を絡ませて食べていきたいと思います。この太めの麺、これがいいんです。さあ食べていきたいと思います。太めの麺ともつを一緒に食べる、もつ焼き屋さんのスパゲティナポリタンです。もう炭水化物とお酒が非常によく合います。グッドポーズ。今回串焼きを注文するかどうか、どうしようかなと思ったんですが、串焼きは2本注文しました。こちらが油でございます。関東の居酒屋さんであまり油というメニューはないかもしれませんけども、この口の中にジュワーッと広がるような感じがたまらないんです。からしをつけて食べていきたいと思います。これ美味しかった。グッドポーズ。でこちらは牛串です。もつ焼き番さんの牛串焼き、これね、お肉がいっぱい詰まってるような感じで刺してあって美味しいんです。続いて飲み物は黒ホッピーを注文しました。これまた生ホッピーです。さあ飲んでいきたいと思います。美味しかったです。この牛串焼きにはわさびなのかな、柚子胡椒だったかな、ちょっと忘れてしまいましたけど、これがついておりまして、つけて食べると美味しいんですね。美味しかったです。もちろん黒ホッピー、お酒がよく合います。さあこれはからしも合うだろうということで、からしもつけて食べていきたいと思います。いやーこれは本当にお酒を飲みながら串焼き食べるの最高なんです。ここでグッドポーズしまして、また黒ホッピー飲んでいきたいと思います。
もつ焼きのスパゲティですね。ちょっともつとベーコンと麺を入れて、さらに崩れて卵も乗せまして、これをいっぺんに合わせて食べていこうじゃないかということで、一緒に口の中に入れたら口の中で全部が混ざって最高なわけでございます。これはうまかった。とにかくやっぱり炭水化物を食べながら飲むっていうの最高なわけでございまして、もつ焼き屋さんにいながらイタリアン料理屋さんでスパゲティを食べながら飲んでるかのような感じとはちょっと違うかもしれませんけど、この辺で動画終わりますので、食べ続けましたということでございます。はい、ということで行ってきました。後ろの恵比寿精肉店さんです。美味しかったです。このマニアックな道を通ってですね、帰っていきたいと思うわけでございます。なんだっけな、ここは仲見世商店街というところにあったんですけども、この辺をですね、三軒茶屋の三角地帯というような感じで、この辺いっぱい居酒屋さんあるんですよね。こういう感じで居酒屋さんいっぱいあってですね、なかなか雰囲気のいい場所です。結構ね、三軒茶屋ってこのアットホームな感じがありますので、雨通風と言いますね、アットホームな感じがありますので、こういうところで飲むの私大好きですということで、自粛期間が明けて世田谷の三軒茶屋で飲んだということです。今日はですね、変わったものとしてはナポリタン、あのナポリタンね、もつとかね、なんかいろんな煮込み系が入ってね、すごい美味しかった。で、ザ・ナポリタンみたいな味付けもあってね、良かったですね。ということで、また機会があったら行きたいなと思います。あとはやっぱり生ホッピーだね。生ホッピー飲んだという感じです。じゃあ、これで終わります。どうもありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。それから、インスタグラムなどもやっておりますので、インスタグラムのフォローもしていただけると嬉しいです。ありがとうございました。